青木作馬です。私今回はですね、岐阜県にあります、明智ヒルトップサーキットという場所に来ています。今回私がなぜ来ているかというと、じゃん、連帯はですね、私の会社が主催している、レンタルバイクを使った耐久レースとなっています。この連帯はですね、人間一人、本当にヘルメットとブーツとグローブとつなぎをですね、持っていればレースに参加できちゃうという素晴らしいですね、バイクレースというふうな形になっています。でそれをですね、全国36カ所で、毎年やらさせてもらっていますが、今回はこの岐阜県の明智ヒルトップサーキットという場所で、今年初の開催となります。今回は、そのグロム125のですね、新型と旧型ありますけども、両方でですね、皆さんが 3,4 人で、はい、チーム 3,4 人でですね、戦ってセットになりながら皆さんで、ね、ゴールを目指すというような形のレースとなっています。それでは元気よく行ってみましょう。チームごとの記念撮影をしてまいりますので、今マシンが並んでいるところから順番にチームの方も記念撮影を行わせていただきます。確か今月結婚された方がいらっしゃる。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ続いてゼッケン3、お二人ですね。チーム F8 7 6 5 4 3 2 1、
のタイムアップです。連帯明智ヒルトップサーキット、グロムクラス優勝されました SSPR の皆さんです。お名前お願いします。はい、マルノです。はい、ダイです。はい、フリアです。はい、しんちゃんです。はい、原藤です。マガリです。はい、皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。ズバリ今日の勝因を一言話いただきたいんですが、どなたに。はい、はい、自分の引ければ、いや、あのハンディリペアの引きが良かったのとチームワークです。もう、そうで彼が一生懸命ずっと炎天下の中ピットボードを張って頑張ってくれて、唯一の健常者の原口さんが一生懸命やチームワークでした。はい、今回がチームとしては3回目の参戦というふうに伺いましたが、次回以降参戦の予定がありましたらぜひ抱負を聞かせてほしいです。はい、もうもちろん次回も参加させていただきます。はい、目標はもうやっぱりもう転ばずに楽しく完走を目指して、はい、もういつも通り楽しみましてもらいます。お願いします。はい、ということで皆さんにお話伺いました。おめでとうございました。ありがとうございます。明智ヒルトップサーキットレッツ連帯4時間耐久、グロム5クラス見事優勝されました、ドカポンチューブウィズ K の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。一言ずつ、お名前。マロと言います。はい、後藤と言います。ガトーキャー川崎と言います。はい、61歳武田です。はい、ズバリ今日の勝因をお聞きしたいんですが、どなたに聞いたらよろしいでしょうか。リーダー。はい、はい、まあ、ズバリ勝因は、まあ、序盤に2人が転倒して大きく順位を下げたことにつきます。あとは守りの走りで守りの走りで勝てました。配信かけた、は
あれでしたね、インタビュー用紙というかプロフィール用紙に、ね、上位入賞を目指すって書いて、まあ結果、はい、郵便実行、まあ、作戦通りです、シナリオ通り、シナリオ通りなんですよ、僕らの2回ありましたまず2回転んでって書いてあったね、イコーラじゃでは、もし次回以降参戦の予定が決まってたら、ぜひ次回の抱負も聞きたいんですが、予定はありますか？今夏の8時から8歳は優勝で、優勝でこけずに、こけずに優勝、作戦を、作戦でもうちょっと練って優勝します、はい、はい、では夏の8歳でお待ちしています。ドカポンチューブ WithK の皆さんでした。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、連帯レースが終わりました。本日はですね、初心者90分耐久クラス、そして4時間耐久クラスの2つのレースがありました。今回のその気温はですね、まあ、20度近くまで上がって、で路面温度もですね30度近くまで上がってました。もう本当路面コンディションであったりですね、ライダーの走る環境としては非常に素晴らしい状態だったんじゃないかなというふうに思います。なのでまあどっちかというとライダーはちょっと無理して結構転倒してしまったりっていうライダーもいました。ただまあ大きな怪我にはなってなくてよかったなと思います。また次回この連帯でお会いしたいと思います。そしてですね、この動画が面白かったなと思った方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。